ジャリー・ミッチャムはアメリカ合衆国の女優。ロバート・ミッチャム、ジョン・ミッチャムは弟。ジュリーは通常、ジュリーと表記されるが、彼女はジャリーと表記されている。1914年7月23日、サウスカロライナ州チャールストンに、ジェームズ・トーマス・ミッチャムとアン・ハリエット・ガンダーソンの子として生まれる。出生名はアネット・ミッチャム。弟のロバート・ミッチャム。 ジョン・ミッチャムと共にエンターテインメント業界で働く。代表作は地獄へ続く部屋。他にジョン・ウェインと共演した紅の翼。10回にも出演したがクレジットはされていない。ミュージシャンでもあり、ナイトクラブで歌ったり、ピアノ演奏をしていた。第二次世界大戦中にはが海外にいる兵隊を慰問した。1950年代初期には、 ロサンゼルスの K-Cop TV で冠番組ジュリー・ミッチャム賞を持っていた。2003年アリゾナ州サンシティでアルツハイマー病のために死去。88歳だった。ありがとうございます。